はい、こんにちは。今日はですね、ありがたいことにですね、ツイッターの方に DM が届きまして、で、その DM に対してですね、お答えをする、その動画をですね、まあ、ちょっとしたシリーズものにしてお答えしていきたいというふうに思います。まあ、4月もですね、半ばくらいから、おすすめなんちゃらっていう形でですね、映画とか本とかっていうので、まあ、いろいろと紹介をしていたんですが、まあ、改めてですね、DM の方に、ですね、コーチングにもすごく興味があるんですけど、普段どんな本を読まれているのかっていうことにも興味がありますと。で、おすすめしてくれた本以外の中に、もし、ブルーホーズさんが読んだ本で、これはぜひ一読してみる価値があるなとか、そういうものがあれば、ご紹介いただけたら嬉しいですっていうですね、ツイッターの DM をいただきましたので、今日はそれをご紹介していきたいと思います。で、まあ、シリーズとしては4回シリーズにします。で、なぜかっていうとですね、冊数が多いので一冊一冊を全部一つの動画にまとめて紹介するととんでもない時間の量になってしまうっていうのと、まあ、4冊ではなくて4回って分けたのですね、4冊なんですが、そのなんていうんですかね、ものによってはシリーズものであったりするので、図鑑とかも紹介しようと思っているので、例えばなんとか図鑑って1冊だけじゃなくて、その図鑑シリーズでこれとこれとこれとこれみたいな感じでいっぱいバーンって出てくるので、なので計4回みたいな形でご紹介させていただきたいと思いますので、まあ、この自粛期間中ですね、Amazon のリンクとかっていうのも各回貼っておこうかなというふうに思いますので、興味ある方はぜひそちらからご購入いただいて、ぜひまあこの時期ですから知識しっかりと蓄えて外に出ていた時に活かせる、そんなですね準備をしていただけたらというふうに思います。ということで、今日は第1回目なので、まあ、軽いものからいこうかなということで、もう心理学とかに興味ある方とかはですね、こういうのをバーンと、読んだことがあるかと思います。図解モチベーション大百科ということでですね、まあ、なんて言うんでしょうね、一つ一つの例えばもうこの課題の妥当性とかっていう、こういうイラストがついてて、それがどういうものなのかで、どういう部分に対してモチベーションが発揮されていくのかっていうことを、まあ、しっかりと紹介されていると。で、イラスト付き でしかもですね、文章というよりも文字が一つ一つが大きいので非常に読みやすいと。で、効果っていうのもそれぞれ違ったりとかするので、例えば継続性を身につけるためとか、瞬間的爆発的なモチベーション、この瞬間だけ、この日ダメ、この勉強とかこの仕事のためだけにモチベーション上げたいとかってですね、いろいろ用途別なんかにモチベーションっていうのの上げ方とかですね、っていうのを使ったりしてきます。例えば、その他にも人脈を作りに行こうとかですね、判断力とか意思決定力を身につけたいとかですね、そういう時のモチベーションの高め方っていうのは一体どうしたらいいのかっていうのが結構ほと細かに、しかもやりやすいものとか、ちょっとまあ手間をかけてしっかりと身につけていくものとかっていうのをいろいろ分野別でやっているものになるので、まあ、非常にですねいいかなというふうに思います。で、中には皆さんもご存知のすごく有名なものとかもあったりするかもしれないです。例えばこれ実はイラストで過去僕がですねイラストレーターさんにお願いをして、画用紙に書いて、こんなんやりましたよねって言って、例えば有名なので言ったらスタンフォード監獄実験とかですね、それからもポイントカードのやつですね。ポイントカードも例えば同じ10個貯めるポイントカードであっても0から10まで貯めていくのか、2から12を貯めていくのかと、同じ10ポイントですね。で、どっちの方がポイントを貯める人たちの意識が高くなったの、意欲が高くなったのかですね、っていうようなものも紹介をしているようなものになります。で、僕がこの中でも皆さんが今この瞬間からできる非常にいいなって思うのが、自信をつけたい方ってこの、動画見られてる方の中にいらっしゃいますかね。自信をつけたい方、あれどこ行った、あれせっかくやってたのに、自信をつけたいという方に、ちょっとしたおすすめのものがあるんですが、貼ってたはずのものが剥がれてるのか知らないんですけど見つからないという、あれどこ行った、ごめんなさいね、動画撮ってるのにこういうことがあったら、これがライブ放送とかだったらご愛嬌みたいな感じで、あったよかったよかった、はい、今この瞬間から動画を見ながらでもできるバンパワーポーズということでですね、人間ってやっぱり自分の喋っている言葉とか普段のその態度振る舞いとかっていうものに結構大きく左右されるケースがあったりするんですよ。
だから偉そうな人ってなんかこう偉そうっていうか自信満々の人ってこう腕組んでちょっとのけぞったりとか、逆におどおどしてあんまり自分に自信がないなって方っていうのはこう体をこわばらせたりとか縮こまったりとかっていうケースってやっぱりあるじゃないですか。足の組み方でもあの足の先だけを組むのか太ももでしっかりと組むのか、それとも座禅まで組むのかっていうので全然ですね、自分その人の持ってる自信のレベルとか度合いとかっていうのが変わってくるわけなんですよ。なので、まあ、そういうパワーポーズ、自信を思いっきりつけたいっていう方だったらマッスルポーズをしてみたりとかですね、こう体全身のどこかに、力がこもるようなポーズをしてみたりとか、だからラーメン屋の店主なんかってすごいこう腕組んで斜め向いてこうドヤみたいな顔してる人たちって結構いるじゃないですか。ああいうのもやっぱりうちのラーメンに自信があるからですせっていうことをこう体で強調してるっていう、そんな言葉だ、そんな表現の仕方だったりするんですよね。ですから、ぜひですね、このパワーポーズっていうのはモチベーション高く、そして自信をつけたい方っていうのは一つおすすめをしておきます。ということでですね、モチベーション大百科というのが、まあ、第1回目の、おすすめ書籍ということでご紹介をさせていただきました。興味のある方ですね、これ新冊だったとしても1400円プラス税という、まあ、結構お手頃な価格で、かつですね本ってやっぱり文章多くて読み終わった後に記憶なくしてしまって あそこにどんなこと書いてあったっけって言うと結局なかなか日常に活かせないっていう難しいパターンが多いんですけど、この本はイラストで残ってるので、要は文じゃなくて頭の中に映像として残りやすいんですよね。だからじゃあこれを実践してみよう、今日はこれを実践してみようと、どん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 シフトしてって、その時の記憶っていうのは掘り起こしやすくなっているというようなものになりますので、ぜひ、こちら、ご購入いただいて一つ一つ試していただけたらというふうに思います。はい、ということで、本日は、おすすめ書籍ということでモチベーション大百科というものを紹介させていただきました。またですね、あと3回シリーズ残っていますので、ぜひそちらも興味のある方、おすすめ書籍シリーズということで、ご覧いただけたらというふうに思います。本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。